タコ、さあ早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。すでに決めてきたのだろう。おお、それは？お待ちください。その選択で本当に後悔しませんね。わかりました。シルビー、なかなかうまくいかぬものだな。まだ時間はあります。もうしばらく様子を見ましょう。座視するのみでこの結果が変わるのか。直接的な干渉は全てを無に帰します。我々は舞台を用意すること以外をしてはなりません。気の長い話だな。お前はそれでいいだろうが、私は。部屋へ戻るぞ。お供いたします。ドクター。
急げって意味だよ。
くるね。あれ？まあ、いった。どういたしまして。どうして欲しいの？じゃあそうする。ドクターのメイドになったんだもん、当然じゃない。ご命令とあれば何でもいたします。大切ならしっかり守ってね。それだけで私何でもできちゃうから。嬉しいな。どうぞ末永く可愛がってください、旦那様。あなたにお伝えできてよかった。うん、
た？いらっしゃいますか？申し訳ありません。薬品の搬入についてお伺いしようと。どうかされたのですか？もしかしてジェーンが早速粗相を？昨日から心配してたのですが、案の定何かをやらかしたのですね。本当にあの子はもう。根はいい子ですから可愛がってあげてくださいね。しかしお仕事はお仕事なので手抜かりのないようお願いします。ではこの備品リストを見ていただきたいのですが、
クタ本気で心配してるんだもん。おい、いるんだろ。開けろ。まさかてめえ、あの娘に悪さ。悪さって何よ。アントニオ、あなたどういうつもり。これはこれはジョバンナ様。何しに来たのよ。そうですな、少々忠告をさせていただこうかと。おせっかいはやめて。私の立場としては聞けませんな。ジョバンナ様がご結婚に乗り気でないのは承知してますが、一言申しますと、このやり方はいかがなものでしょうか。どういう意味よ。いえ、ただ同じ当て馬でもこんな東洋人を選んでは説得力に欠けるのでは。少なくともご結婚相手のフェデリコ様は納得されないでしょう。いい加減なことばかり言ってると怒るよ。失礼いたしました。もう出てって。
そうですな。お望みのままにはいたしますが、もしもそこの馬の骨が身の程をわきまえず発情した場合、この私が身落としてジョバンナ様をお守りしますので、ご安心。ではこれ。ビーッ。ほんと、うるさくて嫌になっちゃう。あのね、ドクター、そのごめんなさい。うん、アントニオはこの話が決まった時からシチリアに来て、私がここに落ち着くまでずっと警護や身の回りの世話をしてくれてたの。だから今でも私の保護者のつもりでいるんだと思う。なんかさ、しらけちゃったよね。私、今日は帰る。